明けましておめでとう。みんな元気？ちなみにですね、これテイク2なんですよ。なんでかっていうとね、さっき座って撮ってたんですけどね、なんか無意識のうちに貧乏ゆすりしてしまいまして、あ、やばい、あ、俺の手癖悪いとこが、やばい、映っちまったと思って、じゃあもう寝ながら撮っちゃえば、もう貧乏ゆすりしないじゃんということで、みんな寝転びながらもう新年動画撮ってます。お疲れ様です。今年の新年動画は YouTube ライブじゃないんですか？そうですね。ここ2年は新年ライブという形で YouTube でマインクラフトやってましたけどね、ライブ。いやー、私、本当にこの前まで、インフルエンザになってたんですよ。なんなら今も鼻声ですからね。インフルエンザのもう病み上がりでもそれどころじゃありません。ありません。と言いつつも、さっきヘブンバーズレッドの、第2章をクリアしました。ちょっと。今だからちょっとテンション低いんですけども、まあやってみれば分かります。なんでテンション低いかやってみれば分かるから、もう聞くなよ。はい、まあ、そんなことを置いときまして、あー、明けましておめでとうございます。最近なんかやる気ないんじゃないの？いや、もうそんな、もう何年前からのことですか？もう3年か4年前ぐらいからもうやる気ないよ、このチャンネルは。はい、でもね、最近ね、サブチャンネルが今非常に今ボワーって燃え上がってるんです。なんかいい感じにね、いや、まあ、登録者100人ぐらいしかいないんですけどね、なんか最近上げた何本かの動画はね、登録者のね、3倍ぐらいの数のね、再生回数がありまして、まあ、300回ぐらいじゃねえかよ、たかがって思うかもしれないんですけど、まあ、バカ野郎、めちゃくちゃ嬉しいぜ、俺は。100人で300回は多いんじゃ。お前、これ分かるか？ 100 万人の登録者のチャンネルって300万回見られてるってことやね。まあまあ、すごいやろ、お前。1億人の登録者のチャンネルやったら3億回やぞ。まあまあすごいやろうが。わかるか？ そういうことや。よう、わかった。今サブチャンネルが熱いってことや。それだけ覚えといて。覚えといてくれや。はい。あ、でもね、鉄道アドオンを、リニューアルするってもう宣言しちゃいましたしね。ですしね。まあ、そう、やらないといけないことはやるということで、はい。あとは、他のライブチャンネルちゃうわ、ライブアプリとかにもちょっと浮気して、なんか好きにやらせてもらってますわ。正直もうこのサブチャン、あ、本チャンネルはちょっと、ね、まあちょっと、お先が見えないので、ちょっと、浮気してしまってるんですけども、まあこのチャンネルもなんとかしないとね。まあせっかくもう長いことせっかく続けてきたのだから、ここでね、なんかうやむやにしてねみたいなもんあれですしね。まあそこはなんとか考えていきましょう。まあ今年も何本かあげますのでよろしくお願いします。はい、まあよろしく、とりあえず、まあなんとかするわ。今年もよろしく、2024年。良いお年を。